こんにちは、速稼塾のここです。いつもこのね、EXIT 育児のコーナーをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、私たち大人が、親が子供にどういったことができるのかってことをね、まあ冷静に考えてみようかと思うんですよ。私たちはね、やっぱりよく言われるんですけども、最近の子は苦労がないよねっていうふうにね、これ昔から言われてたことだと思うんですけども、私たちの頃っていうのは周りに叱ってくる人、くれる人っていうのは結構いたりとかね、部活とか苦しかったり、それから学校の先生も体罰があったりとかって結構あったんですよね。でその苦しい時代を私たちはくぐり抜けてきたんで、忍耐とか努力っていうのはできるよっていうふうに自己肯定感を強くしてる方いると思うんですけども、でも裏を返せばね、そんな大変な思いをしていたのに今それが何かになってますかってことを考えると、確かに何にもなってないかなっていうふうに感じることも多いと思うんですよ。そうなんですよ、忍耐や我慢とか試練って役に立たないんじゃないかなと思ったり、もしくは自分にそれがね、役に立てるような能力がないまんまこの年になってしまったんではないかなって振り返るんですよ。で子供たちの人生を考えた時に、そうですね、将来どんな仕事に就くだろうか、どんな暮らしをするだろうかって心配になりますよね。ね、いい進学をしていい人に出会っていい収入源、いい仕事にありついてほしいな、いい就職してほしいなと思いますけども、じゃあ自分がですね、子供に教えれるぐらいいい人生を送ってきて、いい学習ができて、いい仕事に今ついてるのか、お父さんお母さんが働いてるこの会社がいいよっていうふうに子供に紹介できるような仕事をしてるのかって考えると、いやどうかなと思っちゃいますよね。各私もですね、仕事をしてるわけではないんで何とも言えないんですけど、私は仕事法なしに収入を得るっていう方法を選んじゃったんで、なんかね、子供にこういう姿を見せていいんだろうかとか思っちゃいますけどもね。ただやっぱり私は自分で会社を経営しているところもありますし、どういうふうに会社を見極めればいいのかってことはだいぶわかるかなと思います。それはですね、人の会社に入るんじゃなくて自分の理想の会社を作るっていう選択肢なんですよ。自分の理想の仕事を作っていくってこと、自分の理想の収入源を作っていくこと、今からの時代はそうだと思うんですよ。ただそういう理想論を言っても、自分がそれを構築していなければ子供に伝えることはできませんよね。まあ、ですんで、自分がもしね、意にそぐわない会社に勤めているのに就職を子供に勧めるとしたら、ちょっと妙な話だなと思うんですよね。で収入に対しても子供には豊かな暮らしを送ってほしいと思っていても、やっぱり自分がね、豊かな暮らしを送っていなかったら、なかなかモデルとしては見せれるものがないかなと思うんですよ。そしてですね、自分以外の誰か、社会のどっかの誰かに子供に対する試練や成長を丸投げする、希望する、期待するんではなくて、自分が親としてね、自分のところにいる10年か20年の間にどのぐらい社会に対する体制をね、子供に対して与えていけるのかってことも考えなくてはいけないと思うんですよ。社会に出ても揉まれればいいみたいな、そんなね、無責任なことではなくて、社会に出たら、人を揉むぐらいのね、そんな人間になるようにこの家庭で育っていくってことができるんじゃないかなと思うんですよ。なかなか難しいところあると思いますけども、やっぱり子供のことを一番考えて厳しい試練を与えてくれて、厳しいトレーニングをしてくれるのは親しかないと思うんですよね。自分以外のお他人様に自分の子供の人生とかっていうのを私は預ける気にはならないかなと思いますし、極端な話ね、保育園や幼稚園や小学校や中学校にも行かせたくないぐらいですよね。私は自分で子供を教育していきたいですし、自分で義務教育と言われているもののエッセンスを取り出して子供に伝えていくとかってことはできればしたいかなと思います。で多くの方が学校に不満を持っているのにその学校に行かせるわけなんですよ。だからこういうところにもいろんなね、矛盾がはらんでると思いますし、結局は子供の運っていうのは親が作っているんだろうなと思います。親がどんな考え方をして、どんな収入を持っていて、どんな人とつながっているのか、これ親の努力や人生の積み上げで作るもんですけども、子供にとってみれば親がどんな人生を30年40年50年積み上げていたのか、それはね、子供は選べないですから、子供にとっては運ですよね。だから子供の運っていうのは全て親が作っているんではないかなと、子供の運がいい悪いは親が全部作っているんではないかろうかと、こうやってね、子供を見ながら思うわけなんですよね。大和くん、お前は運がいいか、運悪いか。まあね、自分で稼げる男になるように私は自分で育てていこうと思いますけどもね。でもうまくいくかな。私以外の誰か優秀な人に任せた方がいいかもしれないですね。例えば近所の学校の先生とかね、どっかの一流企業の大会社の先輩社員とかね、どうでしょうかね。まあみたいな、今回は放送でございました。いろいろ考えた結果、わかりませんという回答でございます。それではまた会いましょう。